まあ、すぐにも芸術公演、人民の国が、労働スタジアムで開幕しました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である労働党と国家、武力の最高指導者、金正恩氏が、大麻すぐにも芸術公演を見ました。 共演する最高指導者金正恩像が夫人の民主主義と同士と共に基進的に現れると、平安市民は共和国を強大で尊厳ある人民の国に輝かせ、人民の理想である社会主義の明るい未来を開いていく金正恩像を仰いで、熱狂的な観光を挙げました。党と政府の幹部と平安市民が公演を見ました。 また、共和国に滞在中の海外代表と外国人ゲストが講演を見ました。朴槿惠文化相が開幕の辞を述べました。人民の国という番組が平安の夜空に光り輝く中、講演の舞台が幕を上げました。出演者たちは美しく優雅なリズムと迫力に満ちた体操、 楽しい民族的情緒と豊かな芸術的表現、バリエーションに富んだ大規模なバックスタンドの場面で講演を指導しました。講演が終わると、出演者と観客の皆は金正恩委員長を仰いで、またまた観光を挙げ、平安の夜空に花火が打ち上げられました。 金正恩委員長は出演者たちの礼を願って感謝し、手を振って温かい挨拶を送りました。金正恩委員長は講演の後、大麻すぐにも芸術公演の創作家たちを呼んで、作品の内容と形式について指摘し、その欠点と無責任な仕事ぶりについて厳しく批判しました。 金正恩委員長は社会主義文化建設で文化と芸術部門の創作者、芸術家に課された任務がとても重要だとし、労働党の革命的な文明政策を正しく実行する上での重要課題を示しました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である労働党と国家武力の最高指導者金正恩同士が 軍部局長で、朝鮮人民軍第7回軍人家族芸術サークルコンクールで当選した軍部隊の軍人家族芸術サークル員たちに会い、共に記念写真を撮りました。 朝鮮人民軍スプナンバーたちが同行しました。金正恩委員長は、軍人家族芸術サークル員たちがこれからも党の政策と時代の精神が強く示された新聞の歌で、全社会に革命的な闘争気風、躍動する生活の息吹を吹き込んだ 誇らしい伝統を引き続き輝かせるものと確信し、共に記念写真を撮りました。そして軍人家族芸術サークル員たちにいついつまでも忘れられない深い配慮を寄せました。金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始 55周年にちなんで、 総書記の普及の著作、幹部は人民のために献身する人民の真の奉仕者になれなければならないが、ロシアの幅の吹く地方出版社から出版され、その出版記念会が行われました。各国のマスコミが人民大衆中心の社会主義国として光り輝く共和国を称えています。ナイジェリアの新聞、ナイジェリアン・オブザーバーは、人民を天のもとくみなしたのは、社会主義と尊の始祖である、キム・イルソン主席である。主席は、 人民大衆を底知れない力と知恵を持つ存在とみなし、歴史の発展におけるその地位と役割を最高のものにしたと報じました。クウェートの新聞タイムズは、朝鮮民主主義人民共和国には国王と同じく人民というなで呼ばれるものが数え切れないほどある、 社会中に人民愛が満ち溢れているのが、人民大衆中心の朝鮮式社会主義の特徴だと述べました。
ルーマニア社会主義党のホームページには、祖先に人民大衆中心の社会主義が建設されたのは、人民を大事にし、人民のために生涯を尽くした指導者たちの指導があったからだという内容の文が載りました。ロシアのインターネットメディアの連日と、ブラジル危機思想研究センターのホームページには、祖先は人民大衆第一主義に基づいて建てられた国だ。金正恩委員長は人類史上初めての人民愛の政治を行った金日成主席と金正恩総書記の意を継いで、祖先を愛情が満ち溢れる一心団結の国に変えているという内容の文が載りました。タイの聖戦日報は、金正恩委員長の指導のもとに、祖先はさらに立派な未来へと飛躍するだろうと述べています。祖先労働党中央委員会事務局委員で、祖先民主主義人民共和国国務委員会委員のキム・ジェリョン内閣総理が、平安重機連合金融所とパンヘ南道新年軍ウォルダン共同農場をはじめ、人民経済各部門の実態を現地で把握しました。キム総理は、平安重機連合金融所の各所を見て、経済活動の手配と指揮を綿密に行い、労働者の技術技能の水準を絶えず高め、発電設備の部品の加工をしっかりすることに触れました。現地での協議会では、特注設備の生産も期限内に高い質的水準で必ず完了することについて協議されました。また、ウォルダン共同農場で、分組管理制が功を奏するようにし、すべての営農作業を科学技術的に行うことについて述べました。一方、金総理は、破損車輪工場と国家情報化局の実態を現地で把握しました。共和国で人民経済の強固な科学的土台作りのために励んでいます。機械工学研究所でサムチョンナマズ養殖工場の室内の構造に合う自動制御化した餌の供給システムを完成し、電子工学研究所では乾燥ミネラルウォーターの質と生産性を高めるなど、国家科学院の科学者が国の実情に応じた生産工程の確立のための研究で成果を収めています。平壌機械総合大学では新型の測定装置を開発して電力生産における科学技術上の諸問題を解決し、福ちゃん火力発電連合企業所では設備を改造して電力の生産を増やしています。石炭研究院の採掘工学研究所では、炭鉱の切り刃の条件に合う生産工程を確立し、キメソン総合大学では稲とトウモロコシの収量を増やせる新しい複合栄養液を開発しました。キムチェク工業総合大学ナノ物理工学研究所では、新たな電磁気探査システムを開発し、その他各大学と研究機関の科学者、技術者も多くの研究の成果を出しています。平壌の県産幼稚園を見学した各国の女性たちが、祖孫の教育政策を称えました。ベネズエラ・クララ・ジェドキン女性運動委員長は、子どもの心理に合わせて作られたモダンな幼稚園は本当に宮殿のようだ。金正恩委員長が子どもたちと共に撮った写真がとても感動的だと述べました。メキシコ全国女性同盟委員長は、子どもたちが無料で教育を受けているのは本当に信じられないことだ。両親の夢を大切に育む祖孫の未来は明るいと述べました。国際民主婦人連盟米州及びカリブ海地域コーディネーターは、この幼稚園の子どもたちが国際舞台で成果を収めているのはあまりにも当然だ。いろいろな楽器を巧みにこなし、歌も上手な幼稚園の子どもたちを見ると、祖孫の音楽技術の発展が大いに期待されると述べました。ポルトガル民主女性運動委員長は、この世に羨むものなく幸せに育つ祖孫の子どもたちはまさに国の王様だという思いがする。就学前の子どもたちの才能の芽を見つけて育む祖孫の教育政策は、すべての国が見習うべきだと語りました。 한편 김재령 동지는
共和国で1950年代の祖国解放戦争中のある歴史的時期を世界規模で幅広く見せる全20部作のスパイ映画無名の英雄が40年後の今も大ヒットしています。チュチェ68年1979年からチュチェ70年1981年にかけて完成した映画は、偉大な金正恩総書記が管弦楽忠誠の心をモチーフに映画の創作を発案し、その制作について数十回も教えて名作に作り上げたものです。近年共和国では白黒映画のカラー化の技術が速いテンポで進み、祖孫の劇映画無名の英雄はシリーズ映画の中では初めて全部カラー映画に完成しました。祖孫少年団創立73周年記念行事の参加者が3日列車で平壌に着きました。祖孫労働党中央委員会パクチウン副部長と青年同盟中央委員会の人たちが一行を出迎えました。祖孫少年団創立73周年記念行事の参加者を乗せたバスが宿舎に向かって通り過ぎる沿道で、生徒たちと勤労者が手を振って温かく迎えました。祖孫の統一支持中南米及びカリブ海地域委員会のアピールを支持して、モンゴル民主祖孫友好の橋協会と祖孫の北と南の6月15日共同宣言支持モンゴル委員会が共同声明を発表しました。声明は祖孫半島にもたらされた平和への雰囲気を永続平和システムへと発展させ、民族自主の旗の下、国の統一と繁栄を達成するために戦う祖孫人民を支持する連帯活動を積極的に展開していくと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは祖孫の声放送です。継続혁신継続전진하고있습니다。조선반도에서의진정한평화는역사적인아이조노기념샷승리에만실현될수있다。敬愛する最高指導者金正恩委員長が朝鮮人民から絶大な支持を受けているのは、その全ての活動が人民愛に基づいているからです。朝鮮人民は金正恩委員長を一国の指導者である前に一度信じて慕います。人民のための指導の日々に生まれた数々のエピソードは高潔な人民的風格をそのまま見せています。107年2018年7月、金正恩委員長が강원도育苗場を訪れた時のことです。真夏の炎天下で育苗場の各所を見て、苗木の生産について貴重な教えを与えた金正恩委員長は、従業員の生活にも深い関心を向けました。金正恩委員長は育苗場に勤めている著大軍人夫婦の家を訪れました。金正恩委員長は新居が気に入るか、生活で不便なところはないか、子供は何人でどの学校に通っているか、初代も農業大学を卒業したというが勉強するのが難しくなかったのか、今の仕事は手に余らないのかと親心で優しく聞きました。そして初代軍人夫婦が兵士時代の軍服を並んでかけているのを見て、軍服は脱いでいるが兵士時代の精神で生きているようだ、労働党が気を使い一番強い立場で愛国の玉の足を流していることをありがたく思うと言いました。また仕事と生活でいつも模範になるべきだ、家庭の幸せを祈ると言い、共に記念写真を撮りました。そして栄光の記念写真を撮りたがっている育苗場の従業員とその家族の切なる願いも察して、炎天下で皆が集まるまで長時間待ちました。実にその日の記念写真は金正恩委員長を父と仰ぎ、国中の人民が同じ家族のように暮らす社会主義の大家庭の姿が映る意義深い場面でした。金正恩委員長の恩情と信頼を心の中に大切にしまった育苗場の従業員たちは、今も苗木の生産に愛国の玉の汗を流しています。
会場の記念写真に皇太子と話しました。最高気温は18度、最高気温は28度。取得很大的成就。科学で国を支える。日本の科学者が社会主義の祖国を輝かせ、強国建設を促す知的財産をより多く築くため、情熱の限りを尽くしています。キムテク工業総合大学電子工学部の科学者は近年、人民経済の各部門に切実に求められる水質測定の科学化を実現するため、工業用水質分析機を開発しました。研究チームは、総合的な水質分析がリアルタイムで可能な先端測定設備を開発する目標を立て、研究に全身全霊を打ち込みました。コンピュータによる制御と監視、測定、記録機能を持つ測定設備を製作するためには、高いレベルの電子自動化の要素はもちろん、アプリケーションプログラムやオペレーティングシステムなど多くの問題を解決しなければなりませんでした。特に研究チームは、輸入の依存度の高い各種の水質センサーを国内の資源に頼って作り出すため、世界的なセンサーの発展のトレンドを深く研究し、基礎実験と現場検証を重ね、水質分析をリアルタイムで行えるセンサーの研究を深めました。科学的なセンサーの原理と方法、そのメカニズムの設計や製造、シグナルの分析と処理など難問は山積していました。しかし研究チームは重なる失敗にめげず、互いに知恵を絞り出して、ついに国産化した工業用水質分析機を開発しました。この工業用水質分析機は、水質評価の基本仕様を同時に、またリアルタイムで測定し、検知できるばかりか、コンピュータにより各種の水質仕様を自動的にコントロールできます。この分析機は、食品と養殖、精錬、汚水浄化、科学研究部門の多くの分野に導入され、好評を博しています。チーフのキム・グムチュールさんはこう語ります。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、私たちの大学が科学教育と経済の活性化、人民生活の向上の突破口を開く上で責任と本分を果たすべきだと熱い信頼を寄せました。その信頼を常に心の中に刻み、さらなる科学研究の成果を収めるため努めています。今、キムテク工業総合大学電子工学部では、自力構成の旗を高く掲げ、人民経済の主体化、近代化、情報化、科学化を実現するため、鋭意努力しています。科学で国を支える、講談してお話しました。